こんなのちょっと見つけちゃいましたよ。プレイディア12960円、 CD も再生できる懐かしのゲーム機です。ここはね、言ってもジャンクコーナーじゃないんで、化粧箱、取説、接続ケーブル、電源、すべてその他コントローラーも入ってるね。全部ついてるのかな。でドラゴンボール Z のね、この新サイヤ人絶滅計画地球編がついてますね。ゲーム付きで12960円か。ケースはちょっと痛みあるのよ、さすがに。これもちょっとなんかね、水に濡れたようなシミなのかな、そういう感じのもこうついてますし、こういう感じで箱の状態としてはそこまで良くないんですけども、やっぱりこの部分がコントローラーになるんだね、プレイディアは。うん、決して、でも付属品が全て揃っての、でも他の店で見ると1万円切ってたりするんだよね。ただゲームがついてないから、このドラゴンボール自体がどこまで値段がついてるかによって買いになるのかなと思います。ちょっとさすがにね、オイスレと買えないんでね、これお得だったらちょっと欲しいなとは思います。皆さんどうでしょうか。